はい、えー、こんにちは、即可塾の久保です。今回はね、皆さんご存知の怒りに震えてると思いますけども、一律10万円の再給付、麻生財務大臣、するつもりはないというふうに、ね、断言してました。まあ、これは以前からね、麻生さんが言わずとも、予算の方を見れば、どこにもね、国民生活支援がないっていうことは、はっきりと分かっていたわけなんですよ。だからこそ、野党が今回一丸となって、やるべきだとかね、 第3次補正予算の組み替えをしろとか、第4次補正予算を組めとかね、いろんなことを言ってくださったわけなんですよ。ただ、あそういうふうな活動を虚しくですね、麻生財務大臣の一声、一声で全部が否定されてしまったということでございます。これを受けて私たちは何を考えればいいのか、どう行動すればいいのかってことです。絶望した人もいるでしょうけども、私は絶望しません。まだまだね、できることはあると思います。それをね、これから私の考えをこれからね、申し上げたいと思うんですよ。まず一つはですね、 するつもりはないと言われたから言って別に諦める必要はないと。これからも言いたいことは言わせてもらいますよ。麻生財務大臣。金出せ、金出せって。しつこく言い続けますからね。出すまで言うし、出しても言いますからね。もうそれはね、もう、何ですかね。もうそれぐらいに私は求めてるわけですから。そんな麻生財務大臣が一声言ったぐらいでね、折れるような10万円くれっていう精神では私はないです。 言われて、もう降りる人は、もうすみませんけど、降りてください、そこで。私はね、一人になってもこれ言い続けますし、動画作り続けますよ。出ないんだったら、出させるまで、やり続けるしかないかなと思います。これが私のね、一つ目の、皆さんへお伝えする、これからやることです。もう一つなんですけども、国が出さないんだったらね、県に、都道府県に要求するっていう手があります。都道府県に、地方交付税交付金の中から、あの、市民を救うため、県民を救うため、都民を救うため、 あんたたちは国に丸投げして自分たちは何もやらないのかと。もう地方財政法なんてほっとらかせと。それこそね、地方財を、地方債か。地方債を100年債とか特別に組んでね、山本太郎さんが言ってたみたいに、それこそね、100兆円ぐらい、金融機関から借りてこいと。そのぐらいして、お前ら普段税金もらってる県民市民に、なんか恩返しはできないのかみたいなことね、要求していこうかと思います。これはいいでしょう、う結構。ね。 あの、皆さんのお住まいの都道府県知事さん、結構身近な方だと思うんですよ。もうご自分のお住まいのね、近所の方かもしれません。で、えっ、ー、と、市区町村の方とか特にそうですよね。死災っていうのがあるかどうかわかりませんけども、その市がね、市民を守るのは当たり前じゃないですか。だから死にもね、詰めかけて金を出せ、金を出せって、もう連日言い続けてもいいと思いますよ。それこそ N 国党の立花隆さんなんていうのは NHK に意見を言いすぎて、なんか告発されてるわけですよ。 そのぐらい本気でやれば、ほれは国が動かずともね、市区町村動いてくれるんじゃないですかね。だって市長さんとか、あのー、県知事さんとかって多分この放送を聞いてる方の知り合いの知り合いぐらいでなってる人もいると思うんですよ。で、まさに投票した方もいるでしょう。じゃあその一票の恩を今返せってことなんですよ。これはね、国に言ってダメなんだったら、それは県、お前ら、県民守れよってことを今度はね、県に向かってね、追及していこうと思いますよ、私は。 皆さん、そんな考えありますかね私はね、もう、とにかくね、こじきやろうと言われようと。それはね、要求し続けますよ。そして、もう、何、県民一律給付がなった暁には、私のもらった分は、もう誰かに配る、配るか、どっかでもうね、その日のうちに使いますよ。そして、需要を喚起して、よかったよかったでいいじゃないですか。そして、さらにね、<laughs> さらに、 県や市にもっとくれ、もっとくれと言い続けてね。本当にね、もっとくれおじさんって呼ばせてやろうかな、みたいなね。そんなもっとくれ YouTuber にもう進化して、それでもね、私は要求し続けますからね。国が出さないんだったら、ほら、麻生大臣出さないって言ってますよ、と。湯崎市長、湯崎市、湯崎知事か。私広島なんでね、湯崎知事。この時こそ、国にもうね、立ち向かって、県民を守る時じゃないですか。やっぱりね、 県知事しかいないっすよ、私たちの気持ち考えてくれるのは、みたいな感じでね。えー、じゃあ、県知事さん、今までしっかりと払ってきた税金返してくださいよ。一部お釣りみたいなもんじゃないですか。頼みますよ、みたいなことを言ってね。でもね。 県知事が知事室から出てくるたんびに取り囲んで、金出せ金出せっていう風にね、大合唱すればいいんじゃないですかさすがにノイローゼになって、もうお金払うんで許してくださいみたいになると思うんですけどもね。どうですかね。えー、ということで、ちょっと半分冗談みたいな私の本気の気持ちでございます。これからのね、私たの活動は、今までと同じように YouTube で金を出せって国に言い続けることと、あとね、比重をですね、県とか市に向けていこうと思います。それこそね、市役所とか、あの、県知事の知事室にね、もうほんと、 アポイントメント取って乗り込むぐらいの勢いでやろうかと思いますけどね。そのぐらいのことをやる人がもっともっと増えてくると、これはさすがにどっかから金出るでしょう。もうそれこそね、銀行強盗をしろとまで言わないんですけども、まあなんか言論強盗みたいなね。<laughs> もう言い続けて、お願いし続けて、もう土下座もしてもらっちゃうみたいなね。そんな勢いがありますけども、まあ笑いたかったら笑ってください。以上でございます。はい、えー、すいません。 言いたいことばっかり言ったんですけども、一応記事の方も読んどきましょうかね。<laughs> すみません。えっ、ー、と、麻生太郎財務大臣は19日、閣議後の記者会見で、緊急事態宣言の再発令に伴い、昨年実施した国民一律に現金を配る定額給付金の再給付を求める声が出ていることについて、国民に一律10万円の支給をするつもりはないと否定した。ってことは20万円ってことですか ?30 万あ、いいですね。1円も出さないとは言ってないってことではないですよね。 は、いいことして記事に戻ります。生活が困窮した世帯に限定して給付する選択肢についても考えにくいと否定的な考えを示したと。ひどい人ですね、この人はね。うん、もう家帰れよ。新型コロナウイルス化の支援策ではこれまで得られた知見を活かした施策が必要と指摘。 うん。営業時間の短縮要請に応じた飲食店への協力金や、収入が減った人に無利子で融資する緊急工事資金の特例措置など、今回は的を絞った新策で対応していく意向を明らかにしたって。だって融資だってもう限度額なんでもう貸してくれないでしょそれこそね、無限に貸してくれるんだったらいくらでも借りるんですけども、もう貸してあげませんって言われるわけじゃないですか。もう、ね、ふざけろよって話ですよ、もう。 えー、麻生氏は昨年春の宣言下で10万円の定額給付金の支給が決まった理由を国民みんなで連帯してこの難局を乗り切るためと説明したでしょじゃあ、同じ理由でもう一回支給してくれてもいいじゃないですかね。なんだったら毎月でもいいんですけどもね。麻生財務大臣がいる限りね、私たちの暮らしに平穏はないですね。どっかのね、国の回し者じゃないかなと私は思い始めたんですけど皆さんいかがでしょうかとにかくね、怒りをぶつけに行きましょう、怒りをね。 まあでも暴力はダメですよ暴力は。